日本でもアートを資産として買うという発想が一部の間では徐々に知られてきています。日本から世界に名だたるアートコレクターは生まれるのでしょうか。なぜアートに大量のマネーが流れ込むの？どうもこんにちは。見て聞くだけでわかる経済ニュース、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森岡彩です。今日は IT 系起業家が買いまくるアート投資の超熱狂というテーマでお送りします。週刊東洋経済のバックナンバーアートとお金特集から、東洋経済の印南志保記者のレポートの一部をご紹介します。今日本では若年層のアートコレクターが急激に拡大しています。2019年の世界のアート市場は約7兆円で、アメリカ、中国、イギリスがその8割を占めます。一方、日本の市場規模は2580億円ほどと見られています。2つの調査は基準が異なりますが、日本市場の世界に占めるシェアは 4% ほどと小さいものです。ただその推移を追っていきますと、2018年に比べれば約 5% 増えていて、4年連続で拡大し続けています。アメリカのアート情報誌アートニュースが毎年発表する世界のトップコレクター200人の2020年版では、5人の日本人コレクターがランクインしました。元 ZOZO 社長の前澤友作さん、ファーストリテイリングの柳井正社長、ストライプインターナショナルの元社長石川康晴さんなど、よく知られた経営者が入っています。前澤さんは2017年に人気現代アーティストバスキアの作品を約115億円で落札したことで知られます。最近では北王子魯山人の器や安土桃山時代の茶道具などを集めていると言われます。前澤さんはビジネスで成功した人のお金の使い道にアートを買うという選択肢があるということを若手の実業家に示したという見方もされています。新興コレクターの中核をなすのは40代前後の IT 系の起業家たちです。起業家コミュニティの中にはアートの同好会がいくつか存在し、中には100人ほどの規模のものもあります。アートを買うメリットとしては人脈作りが挙げられます。高い経済水準を持った人たちがイベントなどでつながりやすいとされています。現代アートの高い値上がり幅を当て込んだアート投資に熱心なコレクターもいます。まだ美術市場の価値が定まっていない作家が含まれる現代アート市場は、古美術や印象派など他の美術品と比べて値上がり幅が高いと言われます。アメリカのアートファンドマスターワークス社が算出した過去25年の現代アートの平均利回りは年 13% です。アメリカの主要な株価指数である S&P500 を 8.9% 上回ります。ここでいう利回りとは、作品の購入価格をオークションなどでの売却価格で割ったものです。欧米の富裕層の間では、総資産のうち 5% から 10% をアートで保有するのが一般的とされています。日本でもアートを資産として買うという発想が一部の間では徐々に知られてきています。あるギャラリーの代表の話では、特定の国内作家を中心に投資銘柄がいくつかあり、売却益目当てにオークションなどで短期的な売買がされているそうです。一方、こうしたアートの投機的ともいえる売買には批判的な見方もあります。相田誠や山口彰などの有名作家を輩出してきた現代アートの水間アートギャラリー代表水間末雄さんは、投機的なマーケットではどの作家の作品がどれくらい値上がりしたといったお値段の話ばかり。作品の持つ芸術的な価値や歴史的な意味合いなどは関係ない、だがアートは色がついた株券ではないと苦言を呈しています。国内のアート市場の盛り上がりを受けて、アートを預かって管理したり、美術品の保管や相続時に所有権の移転をする信託サービスなど、周辺ビジネスも活気づいています。印南記者は、日本のアート市場は黎明期を迎えたばかりで、こうしたコレクター向けのサービスに加えて、相続や美術館に作品を寄付する際の税優遇の仕組みなども整えていく必要があると指摘しています。日本から世界に名だたるアートコレクターは生まれるのでしょうか。
ということで今日は IT 系起業家が買いまくるアート投資の超熱狂というテーマでお届けしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いします。スタッフも全部目を通しております。週刊東洋経済のバックナンバー2021年2月20日号アートとお金特集では、新型コロナによる緩和マネーの流入で活況を呈する現代アート市場に加えて、アート投資の方法、コロナで苦境に立たされる美術館の経営などに迫っています。この特集は東洋経済が運営する会員制の経済ニュースサイト週刊東洋経済プラスで読むこともできます。週刊東洋経済プラスは雑誌週刊東洋経済の電子版であり、オリジナル連載も随時掲載しています。購読いただける会員読者様を募っています。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。